埼玉県のプールにおいての水着撮影会が中止になったことからの教訓としては、選挙に行くことが大事であるということでございます。はい、えー、最近 SNS などインターネット上で盛り上がっている話題として、えー、プール撮影会中止問題があります。埼玉県において、主に今月中かな、に予定されていたまあ複数のプールでの水着の撮影会が、のきなみね中止に追い込まれているというところでございます。中止に向けて、えー、まあ,ある意味ね、 圧力をかけたとされているのがまあ埼玉県のね共産党の議員団の方々とまあされております。会場となるですねまあプールを管理しているのはですねまあ埼玉県公園緑地協会とまあされておりましてトップとなるのがまああの王の元弘埼玉県知事ということでございます。今回まあ中止の圧力をかけた埼玉県の共産党であったりですねあと大野元弘知事もななんですけれどはい4年前のね選挙 埼玉県知事選挙私もねあの立候補させて、まあ、挑戦させてもらいましたけれど。はい、えーまあ 当時、当時ね、あの、まあ、主に立憲民主党とか、まあ、野党系の支持をですね、まあ、得て、えー、当選をされたんですけれど、まあ、その際にはですね、共産党のね、支持も、まあ、得ていたということで、えーまあ、そういったところもですね、今回の大野知事のね、判断には、えーまあ、深く関わっているということは、まあ、言えるんだろうと思います。ということでですね、えーまあ、教訓としては、まずは、とにかく皆さん選挙に行くことが大事であるということで、えー、ございます。今年ね、あの、8月かな、 埼玉県知事選挙ありますので、まあ、今回ね、プール撮影会中止で、憤、えー、っているですね、えー、埼玉県民の皆様はですね、そういう投票の際のまあ判断にすべきではないかなと思います。私はデイリー新調さんの、ね、記事を参照させていただきました。まあ、タイトルとしてはですね、開催2日前にいきなり電話で言われ、共産党の申し入れで、 水着撮影会が中止に、騒動の裏側に迫るということで、まあ、6月9日に出された、まあ、昨日、ね、出た記事ということでございます。中止に、まあ、ある意味追い込んだのがですね、まあ、埼玉県の共産党の議員団の方ということなんですけれど、まああのね、中止すべきだという。 ね、あの、理由付けとしてですね、都市公園法第一条をですね、あの、まあ、一つ根拠に、まあ、されて、えー、おられます。で、都市公園法第条。 え、都市公園法第1条というのは、都市公園の設置及び管理に関する基準などを定めて、都市公園の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。これに、今回のね、水着撮影会が、これにふさわしくないということで、どうやらね、あの、は、まあ、中止に、 すべきだということをですね、おっしゃられていたようなんですけれど、まあこういう第一条っていうのはですね、まあ結構理念的な、理念というか目的とかね、そういうところになるので、ここをですね、具体的な形で当てはめるのはちょっとどうかなと思われるところでございます。で、プールを使う上でのね、利用の時ね、時のルールとしてですね、えー、まあこの、 えー、埼玉県公園緑地協会がですね、あ,あの、ま、いろいろな意見を、意見が来たので、ルールをね、定めたらしいんですが、そのうちの一つがですね、過激な衣装などをですね、まあ、禁止するというのが、ルールができましたが、今年のね、1月なんですよね。で、あと、あ水着撮影会の出演を、未成年の出演を禁止するというのがね、今年の6月に、まあ、できたということなんですけれど、えー、ちょっとね、大野、大野埼玉県知事がですね、これに関 に関してえー、ツイッター上で,です、ね、あの中止にした、まあ、理由などを述べているんですけれど、はいまあ、過,去過去の、えー、水着撮影会において、えーまあね、過激な衣装などの撮影があったり、えー、未成年の出演があったからです、ね、今回問題としたのだとおっしゃっていてです、ね、このツイートに関してはかなりね、あの たたくさんの、ね、ツッコミが入っていましたというのもですね、この過激な衣装禁止もですね未成年の出演禁止というのもですね、こ、まあ、今年の1月、6月、まあ、つまり最近できた、ね、あのルールなんですよね。えー 最近できたルールをですね、まあ、過去の撮影会ではそれを、それ違反していたからダメだと、今後もダメだというのはですね、ある意味、法の不祖求という原則に、ね、反,反するということでございます。つまりですね、新しくできた法律でですね、それを過去に 過去に遡って、それを、ね、処罰してはいけないみたいなね、そういうルール、ルールと考えてもらっていいと思います。えー、な、訴求っていうのはね、えー、そういうことをしちゃダメよっていうのが、一応ね、法の原則とされているんですけれど、まあ、大野知事の、あの、まあ、ツイートはですね、えー、そういうのをね、知らないのか、みたいなね、ところで、まあ、ちょっとね、炎上をしておられました。まあ、あとね、過激な衣装などに関してもですね、ちょっとこの辺に関しては、えー、 まあ基準がね、曖昧な気もしますよね、えーた。まあ例えばですね、まあプールというとですね、やっぱり水着になるのがある意味自然なところでございます。小さい水着の、まあ、写真とかね、SNS 上とかあ散見されますけれど、まあ果たしてどこ、どこからどこまでがね、OK で、で、どっから、どこからはもう、 過激と、ね、アウトなのかっていうのは、ね、基準が、ね、はっきりしないというところは多、まあ、いな問題かなとは思っております。プール撮影会の中止によって数多くの、ね、参加予定者、いろいろと、ね、仕事を関わっていた方、お弁当を 注文を受けていたけどね、それが中止になってキャンセルになった、仕事がなくなったとかね、多数ね、そういう声があってですね、結構そういうツイートがバズったりしております。まあ、主催者からはですね、その県の方に対して中止要請された時に損害賠償を求めるぞみたいなね、そういう話もされていたようですが、これね、損害を保証する 際にですね、その現地がどうなる、原始がどうなるのかと、ね、これを税金で払うとなると、まあ、またね、埼玉県民の方がお怒りになるんじゃないかなとは思いますけど、まあ、8月に埼玉県知事選挙が、ま、あるということなので、ぜひ皆様、埼玉県の皆様は、これを機会に投票に行くべきだと考えております。